い、皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も始まりました東尾美里と DV、はい、ということで今夜もよろしくお願いいたします。お伝えするのは私岡和代と、そしてルイがお届けしています。はい、よろしくお願いします。あの前回の放送から、はい、実は1週間しか経ってなくてですね、ちょっとなんか今日、はい、あそうだ、えどうだったっけ、そうだったっけみたいな、ちょっと感覚のちょっと鈍いところはあるんですけども、ね、今夜も楽しくお付き合いしていただきたいと思います。いつもはい、あれですね、スタッフがこう時間がないと編集できへんっていう、そうそうそう、できるんやね、できるんやね、やればできるんやね、やればできるんやね、やればできるんよ、はい、うん、ちょっとカメラの人でちょっと ねちょっと顔をしぶってますけどね、はいはい、苦笑いしてますね、はい、そうそうそう、まあそんなね、もうたくさん作った一生懸命、はい、編集した、そんなとね、あの今日はイベントもお伝えしていきたいと思いますので、はい、はい、楽しくご覧いただけたらいいかなと思います。はい、はい、まあもう秋もねちょっと始まってきそうで、なんかまだ暑いよ、そう、暑さ寒さも彼岸までっていうことで、まあ、今週末がお彼岸でしょ、うん、ね、だから来週ぐらいからようやくちょっと秋っぽくなるみたいな ね、天気予報もそう言ってました、言ってるけど実際にはまだ暑いよね。だって僕今日お昼エアコンかけてました。私もまだかけてますよね、暑いですよね、うん、日中はもう無理です ね、やっぱりね、ちょっと朝晩がやっとかけなくてもいいかな、どうかなぐらいにはなってきましたけどもね、はい、はい、まあ、そんな秋も少しずつ深まってきて、まあ、イベントもだんだん増えてきたということで、うん、はい、今日も楽しいイベントをいくつかご紹介していきたいと思います、はい、それでは早速なんですけども、うん、まず一つ目のイベントなんですが、はい、来たる10月8日、はい、はい、こちら3連休の真ん中の日になるのかな、あ、そうなんですね、そうなんです、はい、10月8日の日曜日にですね、はい、船岡山の野外音楽フェス、はい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 、これが実は3回目ということで、はい、こちらの方が行われますが、はい、もうあの船岡山といえば、うん、もう私たちよりもずっとずっと詳しい方がおられますので、はい、そうですね、はい、ということでぜひそちらの人にね、はい、詳しくご案内していただきたいと思います、うん、現地からのリポートということで、 それでは徳さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ミュージー徳です、今日はね、万葉の森船岡山公園にやってまいりました。なぜ今日来たかと言いますと、後ほどですね、素敵な、皆様へのお知らせがございます、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ワクワクしながらね、歩いてまいりました、素晴らしいレリーフがございます。素敵なですね、ステージの前までやってまいりました。はい、今日皆様にお知らせしたいのはこちらでございます。船岡山野外音楽フェスボリューム3プラスハッピーマルシェのお知らせでございます。はい、ということでね、ボリューム3ということでね、去年の秋、そして今年の春、そして今年の秋10月8日ですね、に3回目を迎えます。しかもね、この素敵なねレリーフの前での本当広いステージ、こちらの方にですね、私の大好きなミュージシャンがですね、約10組、ね、出場していただけます、素敵なね、皆さんのね、30分ぐらいのステージなのかな、うん、あの十分ね、皆さん楽しんでいただけるというふうに思います。そして、プラスハッピーマルシェね、今まではですね、食べ物の方もですね、なかなかこう揃ってなくて、ね、たくさんの方にね、なんか食べ物あるのとかね、飲み物あるのなんてね、こう質問いただいたわけでございますが、なんと今回はハッピーマルシェということで、マルシェですかね、手作りの、ね、雑貨だとか、ジュエリー関係だとかもありますけども、なんとその中に軽食のマルシェもございます、軽食コーナーとしてですね、ベーグルとか和食屋さんのお弁当ね、美味しそうですよ。はい、そしてカフェとかサンドイッチ、こちらの方もですね、充実しております。11時からね、午後2時までね、軽食コーナーは開催しております、ただしね、なくなり次第ね、終了ということになりますので、来られた方はね、まずね、お昼のね、こう準備をしていただきながらですね、ライブの方は11時から4時までの開催となっております、
綺麗なね、芝生広場にですね、皆さんシートなんかお持ちいただきながらね、素敵な秋の一日を過ごしていただけたらすごく嬉しいと思います。今回は石延地区のまちづくり協議会さんも教材ということでね、協賛いただいております。皆さんでですね、素敵な時間をね、共有していきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今徳さんにね、ご紹介いただいたんですけども、現地リポートということで、そうですね、まあ、船岡山公園の方からね、はい、もうああいうステージのところがあった、本当にあそこの公園広々してて ね、緑が豊かで、いい公園なんですけども、はい、そちらの方で来たる10月8日の日曜日、はい、はい、こちらの方で船岡山野外音楽フェスボリューム3ということで、こちらの方が行われます。はい、はい、ただ今ね、ご紹介はいろいろいただいたんですけども、音楽フェス、はい、こちら出演者の方が、まあ、滋賀県を拠点に活躍のミュージシャンたちが多数出演ということで、はい、まあ、10組ぐらいということをね、おっしゃってましたけども、それからですね、今回はマルシェもあるということで、はい、いつもねご紹介しているカフェハッピートゥデイさんの、はい、あちらのねご協力ということで、はい、ハッピーマルシェ、こちらの方が、行われます。そして先ほど徳さんも言ってましたが、今回は軽食コーナーということでですね、はいはい、まあ、午前11時から午後2時までに、まあ、売り切り次第終了とはなるんですが、まあ、これちょっと書いてるのを見てると、はい、ベーグルとベーグル、あとお弁当、お弁当、うん、でカフェサンドイッチ、はいはいはい、はい、いろいろねこう食べ物の方の販売もあるということなので、うん、ぜひこちらの方ねお昼もゲットしていただいて、ね、楽しい時間を過ごしていただければと思います。はい、はい、まあ、マルシェということですから、食べ物以外にもこういう手作りのね、うんうん、お店手作り市みたいな、こんなお店も出るんじゃないかなと思いますし、ワークショップもありますね。あ、いいですね、こういう手作りの、うん、こういうのも ね体験ができるコーナーがあるかもしれないということで、ね、はい、こちらの方毎回ね、カフェハッピートゥーデーでもね、一応ご好評いただいてる、 そんな催しですからね、はい、はい、場所を変えて今回も盛り上がるんじゃないかなと思います、うん、そしてもちろんメインのはね、徳さんが紹介してくれてたステージで、はい、はい、綺麗なステージでのこの音楽フェスと、はい、いうことなんですが、まあ、協賛の方はこの一戸地区のまちづくり協議会さんと一緒に、ね、はい、こちらの方イベントを盛り上げていきたいということですので、うん、まあ、3連休の真ん中の日曜日なんですけども、ぜひまたお天気が ね、うん、良くなって、ぜひこちらの方のイベントの成功をお祈りしたいと思いますが、はい、ぜひこちらの方観覧無料ですから、そうです、無料ですから、はい、無料ですから、うん、ぜひ皆さんね、この気持ち秋晴れの日にね、ぜひこちらの方にお出かけしていただきたいと思います。はい、はい、まあ、徳さんね、当日までちょっといろいろお忙しいかと思いますけれども、うん、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。また徳さんのおしゃべりも聞けるんですかね。そりゃそうでしょ、当日もう名司会が、名司会が、はい、名司会の名はどんな感じか分かるけれど、はい、ということで頑張っていただきたいと思います。はい、徳さんもありがとうございました。はい、こちら、船岡山野外音楽フェスボリューム3、こちらの話題をお届けいたしました。はい、さあ続いてなんですけども、はい、はい、続いての話題はですね、9 Pieces of Memory ということで、うんうん、9人の記憶のかけらという写真展が、写真展なんですね。そうなんです、こちらの方が今東近江の天秤の里文化学習センター五箇荘地区にあるんですが、はいはい、ちょうど五箇荘小学校のお向かいにある建物なんですけども、そちらの方で写真展が行われているんですね。まあ、今行われてるんですね、はい、そうなんです、今真最中でございます。あ、そうですか、はい、9月の16日の土曜日から24日の日曜日までということで、はい、まあ、生放送をご覧の方はねちょっと間に合うかと思うんですが、もしかするとちょっと この、ね、番組が公開される時には最終日ギリギリかなという感じかもしれませんが、ね、はい、ちょっと一部ご紹介しますと、はい、こちら、お、綺麗ですよ、ね、すごいですね写真、はい、うん、まあね、この写真が、まあ、以前ね、はい、カフェハッピートゥデイさんの方で個人 の写真展を開かれてた、や、ね、中村義則さん、はい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 、その方のお写真、はい、中村さんもこの9人の中のお一人ということで、はいはい、写真を公開されているんですが、まあ、この他にも素晴らしい、もう本当に癒される写真がいっぱいありますので、まずはその写真どんなものがあるのかをご覧いただきたいと思います、はい、それではどうぞ。
い、ということで、はい、あの素晴らしいお写真見ていただきましたけども ね、はい、こちらにも一つちょっとご紹介したいと思うんですが、こちらは今展示をされているお写真ではないんですが、うん、先ほどご紹介した中村さんの、はいはい、お写真をちょっとお借りしてきました、うん、はい、こちらの方なんですけども、これはちょっと近江鉄道をちょっと題材にしたお写真なんですけども、熱気球ですよね。そうなんです、熱気球バルーンフェスタ、はい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 、東近江の布引きの運動公園で行われてた、うん、この番組の中でも紹介したイベントなんですけども、うん、よく見るとですね、ほう、ここです、ここわかります？あ、これね。そう、これガチャコンです。あ、そういうこと。はい、そうそうそう、ガチャコン、ガチャコン。はい、ということでここにギリガチャコン入ってます。あ、なるほどね。はい、ということでこちら近江鉄道の写真展にこちらの方も以前展示されていたということで。あ、なるほど。そうなんですね。でも本当にこのコントラストが、うん、ね、ちょっと光っちゃうかな。素晴らしいですよね。うん、もう本当にここの熱気球のところだけがポワーっと浮いてる感じでね。そうですね。はい、そしてこうさりげなくガチャコンが入っているというこんなお写真なんですが、はい、はい、そしてですね、まあ、こちらの方も先ほどご紹介しましたが、それも以前のお写真で中村さんのガチャコン、うん、はい、そうですね、もう素晴らしいよね、はい、なんかこれ 雪になんだけど、なんかもう雲みたいな、そうですね、雲の上走ってるみたいなね、うんうんうん、素敵な幻想的なお写真なんですけども、まあ、それ以外にも他にあと8人の方のお写真が展示されているということで、はい、うん、まあ、あの実はそのお写真も、まあ、展示されてるお写真以外のこういう、ね、お写真がいただけるそうなんですよ、実は。え、行くと置いてあるんだって、みんなのやつが、みんなのやつがそれぞれ、ちょっとみんなのやつ、中村さんのやつ、うん、中村屋さんのやつがこうやって中村屋さん中村屋中村さんのお写真がこうやってあのご自由にどうぞっていう形でいただけるそうで、ただ、ね、そうなんです、ただ早い者勝ちなんです、うん、なるほどね、だから行ったらあるとは限らないし、やっぱり人気のお写真からね、やっぱりない可能性があるとは思うんですが、まあ、その他にもスタッフが行ったところによりますと、こういったこうポストカードね、あー、はい、こういうのもいただけるそうで、これは あの、はい、あれですね、こう他のその他の方のお写真 の、うん、もう使ってるポストカードかな、うんうんうん、こういうのもいただけるということなんで、はい、はい、ぜひ見に行っていただきたいと思いますが、 なんか作品のカメラマンさんのご紹介を見てると、うん、結構最近というか、うん、2016年とか、うん、2017年にカメラを始めましたっていう方結構おられましたね。あ、そうですね、うん、ここ最近っていうかね、ここ10年ぐらいですか。そうですね、10年以内、うんうん、10年以内にね。でやっぱりちょっとこう自分の時間ができたとか、何かふとしたきっかけだったり、介護とか子育てが一段落してとか、何かのきっかけにこう写真に目覚めたっていう方たちの写真があって、あ、うん、やっぱそういう人たちの視点でね、こう撮られる写真っていうのはやっぱなんかこう優しいというか、あ、なるほどね、うん、なんかね、こう自分の時間をすごく楽しんではるっていう、なんかそんなね、こう熱意も感じられるような気もしましたけどもね、はい、はい、ぜひそんな写真展見ていただきたいと思います、はい、この9 Pieces of Memory の9人の記憶のかけら、はい、これだいたい5回目ということなんですけども、はいはい、こちらの方はただいま東近江天秤の里学習センター、うん、はい、文化学習センターの方で9月16日の土曜日、もうすでにね、連休前から始まっております。24日の日曜日まで、うん、はい、午前9時から午後5時まで、こちらの方も入場無料と、はいはい、なっておりますので、ぜひ、ね、素敵な写真をご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということでこちら写真展のご案内でした。さあ続いてなんですが、はい、続いてはですね、10月14日、ほう、はい、これ何の日か知ってます、ゆいくん？10月14日って、うちの教室のギター発表会なんです。あ、そうなんだ、はい、それは知らなかったわ一応ね、全国的に知られてるのは鉄道記念日なんですよ。あ、そうなんですか。そう、日本で初めて鉄道が走った日、あ、知らんかった。鉄道記念日なんですよ ね、 そ、 ですね、はい、でそのまあ鉄道記念日を記念しまして、うん、今年もやります、ほう、ガチャコン、あ、無料でございます。 ありましたね、はい、去年も私がすごい人混みに紛れたやつです、はいはいはい、ということで、うん、こちらの方にもですね、ちょっとチラシがあるんですけども、うん、ガチャフェスと言いまして、今年はね、はい、ガチャフェスと言って、あの前回は近江鉄道皆さん無料だったんですが、うん、無料でしたね、うん、今回はお子様は無料、ああ、大人は100円、まあ、ほぼ無料です、ね、ほぼ無料ですで乗り放題はいはい、はい、ということで近江鉄道をもっと知っていただこうという、そんなイベントがあるんですけども、うん、まあ、それに伴いまして、はい、実は、大凧会館、東近江の大凧保存会さんと、うん、はい、それから以前この番組でも紹介しました八日市駅前のさつき郎さん、あ、さつき郎さん、はい、はい、もうこの10月14日にイベントをされるそうなんですね。ほうほうほう、はい、まずですね、ちょっと簡単にまた詳しくは次回にお話ししようかなと思うんですけども、はい、さつき郎さんの方では、うん、街中マルシェ八日市マーケット、はい、こちらの方が10月14日、
はい、なるほど。その日にね同時に行われるということなんですね、うん、はい。でこちらの方なんです。でもう一つはですね、はい、こちら近江鉄道の思い出ということで、まあ、こちらは10月7日から15日までもう開催されるイベントなんですが、うん、その中にまあ14日も含まれているということで、はいはいはい、近江鉄道の思い出展が開催されるということなんですね。大凧会館ですか。そうですそうです、はい、こちらの方も大凧会館、はい、なので、まあ、無料、まあ、あるいは100円で、うんうん、八日市まで来ていただいて、はい、それからまあ大凧会館にも遊びに来てもらおうと、うん、なるほど、はい、もう去年もすっすごい集客だったそうですから。いやそうでしょう、そりゃ、うん、史上稀に見る来客数だったと鳥ちゃんがおっしゃってましたので、今年ももう多分意気込んであると思いますので ね、今年もたくさんの、ね、お客さんが来られるんじゃないかなということで、こちらの近江鉄道の思い出、こちらのイベントも行われるそうなんですね、はい、はい。こちらの詳しい内容は次回の放送日にまたドンとお伝えしていきたいと思いますので、うん、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。滋賀報知新聞社よりお知らせです。滋賀報知新聞社では三つくり小学校、そして南小学校の体操服を販売しています。お問い合わせは 0748-231111 まで。以上お知らせでした。はい、はい、ということで今回ご紹介したのが船岡山の野外音楽フェス、はい、はい、そしてですね9人の記憶のかけらシーズン5ということで、こちらの、はい、天秤の里学習センターの写真展のご案内、そして近々行われます、まあ、ガチャコフェス、それにともガチャフェス、ガチャフェスねガチャコンとガチャフェスが一緒になって、ガチャフェスに伴いまして、はい、大凧会館とそれからさつき郎さんのイベントのご案内ということで、うん、ご紹介させていただきました。はい、はい、まあ、秋だからね、うん、やっぱイベント多いですね。多いですねやっぱりね。はい、まあもう、うん、こうイベントがたくさんあると紹介する方もちょっと楽しくなってくるよね。はいはいはい、やっぱこう楽しいことが多いと ね、うんうん、ね、やっぱりこちらの方もちょっとこう嬉しくなっちゃいますけどもね。はい、はい、そんな楽しいイベントも、まあ、次回もいっぱいお伝えしていきたいと思います、うん、次回の放送は10月3日ということで、こちらもまた3連休直前でございます。あ、そうですか、うん、10月いっぱい3連休あるの。そうだったかな、一応でも最初にあるんじゃない、あの体育の日でしょ、だから678の8は、678、そうね、はい、うん、でその最終日に多分船岡山があるんですね。はい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 、はい、789、ちょっと待って、ね、678、あ違う、789だ、789ですか、789が3連休です。だから真ん中の日ですね、はいはいはい、土日月とお休みですので、なるほど、もうだから季節が良くなってくるからいろんなところで人手がにぎわうんじゃないかなと思いますしね、ぜひ皆さん秋の一日いろんなイベントで楽しんでいただきたいと思います、はい、それでは今日はこの辺で皆さんさようなら。ガチャコフェス何それ言ったやん、そう言ったけど徳さん助けて